車両を買うだけではなく運営まで日本任せに。イギリスの鉄道はどうなるんだ。イギリスといえば鉄道発祥の国であり、現在も数多くの鉄道路線が走っています。しかしそんなイギリスの鉄道運営に JR 東日本をはじめとする日本企業が関わっているのは皆さんご存知ですか？定時制や安全性に定評のある日本の鉄道はイギリスでも高く評価されており、あのエリザベス女王にも注目されるほどなんですよ。今回は日本すごいと言いたくなるようなイギリスにおける日本の鉄道にまつわるエピソードをご紹介します。1. JR 東日本がイギリスの鉄道運営に関与。1872年新橋と横浜を結ぶ鉄道が日本で初めて開通してから、鉄道網は日本全国に広がりました。その中で日本の鉄道会社が速度、信頼性、安全性、快適性を向上させるためにさまざまな技術を開発してきたのは皆さんもご存知ですよね。そうして蓄積されてきた日本の鉄道技術は現在インドのデリーメトロや台湾の新幹線、ニューヨークの地下鉄など世界各地に広がっています。そしてついに2017年8月10日英国運輸省はある発表をしました。オランダ鉄道旅客輸送部門アベリオの子会社と JR 東日本、三井物産の合併企業ウエストミッドランズトレインズがイングランド中部のウエストミッドランド路線のフランチャイズ経営権を獲得したのです。日本の鉄道会社が海外の鉄道運営に関わる初めてのケースとなります。三社連合が運行権を得たのはロンドンと英国第二の都市バーミンガムを結ぶロンドン・ノースウェスタン路線とバーミンガム近郊の路線網ウェストミッドランズ路線の2路線です。10年間にわたって両路線の運行を担ってきた英仏大手交通事業者系のゴビア社から運行権を引き継ぎ、2026年3月まで運行を行います。このニュースはイギリス人にとって大きなインパクトがありました。私たちからすれば JR 東日本は身近な大企業とはいえ、イギリスの一般人が日本の一地域の鉄道事業を知っている確率は限りなく低いです。私たちも BBAG ドイツ鉄道や NSCF フランス国鉄、シーメンスやアルストムと聞いてもあまりピンときませんよね。それと同じです。確かに日本の鉄道輸送システムの安全性と正確性は世界的にも定評があります。しかしそれが必ずしもイギリスにも適しているかは分かりません。そのため当時 JR 東日本の国際事業を担当する西明仁常務もきちんと機能している現地のやり方をすぐに日本流に変えるつもりはないと説明しています。それでもぜひとも英国で進行させたいと訴えたのが示唆勧告です。信号や標識の状態を声に出し指で指して確認する、日本ではおなじみの安全確認方法ですね。単なる目視による確認と比べ安全性は格段に高まりますが、実は世界の鉄道業界ではほとんど普及していません。少しずつでも日本流が取り入れられれば、イギリス、いや世界の鉄道はより安全なものになるでしょう。またある新聞記者の調査によると、イギリスの鉄道の定時運行率を計測したところ、定時とみなされる5分以内の遅れで運行した列車はわずか 37% だったんだとか。日本の鉄道会社が数十秒のズレで謝罪することにやりすぎではなんて思うこともありますが、だからといってここまで遅れられると困ってしまいますよね。
さらにイギリスでは乗務員不足による運休や遅延も少なくありません。代替要員を確保していないせいで突然の体調不良や遅刻などに対応できず、定刻になっても電車が発車しないなんてことも平気で起こるのです。日本ではなかなか信じがたいですよね。 JR 東日本のノウハウによって遅延や運休が食い止められ、定時運行も実現するように期待されています。2. 日立製作所が築き上げた信頼。一部の路線とはいえ、イギリスの鉄道運営に日本企業が関与することについて、乗っ取りだ、インフラが侵略されるという意見もあったはず。しかし好意的な意見の方が多く見受けられました。というのも、イギリスにはすでに日本の鉄道技術に関して一定の信頼があったからです。皆さんもご存知かと思いますが、それは日立製作所の功績と言えます。日立製作所が対イギリスを見据えて動き出したのは2003年。イギリスの鉄道事業や契約交渉について豊富な経験と知識を持つ人物をリクルートしました。さらにイギリスで日立の車両の品質を再現できることを証明するために、駆動用電気装置を日本から持ち込んでイギリスの車両に取り付け、国内の鉄道ネットワークをくまなく試験走行させたのです。試験車両は一度も故障することなく実証実験を無事に完了。こうした努力が実り、日立は2005年にイギリス初の高速鉄道線でロンドン・アッシュフォード間を結ぶ高速鉄道線チャンネル・トンネル・レールリンク、現在の HS1 を走る車両クラス395/174両の製造・保守サービス事業の受注に成功したのです。受注をきっかけに日立製作所の凄さはイギリス国内に一気に広まりました。2012年に開催されたロンドンオリンピックのメイン会場への足として使われた通称ジャベリンも日本の日立製作所のものです。その後も日立の車両はイギリスの様々なところで活躍しています。例えばサウスイースタン鉄道で使用される近郊型車両465系は製造当初から信頼性に多くの問題を抱えていました。日立はこの465系の更新案件を受注し、制御装置など足回り一式を日立製に交換。その後465系は故障もほとんどなくなり、日立製作所の評価はさらに高まりました。また2019年には日本語の名前を冠した高速列車アズマが開業したのも話題になりましたね。ブリテン島の東側を南北に結ぶ東海岸本線を極東の国日本から導入した車両が走ることからアズマと名付けられました。イギリスの人たちが日立製作所、そして日本の技術を信頼し歓迎していることが伝わってきます。 3. エリザベス女王も日本の車両に興味津々。実はあのエリザベス女王も日立製作所の車両に乗ったことがあるんですよ。かつて1842年6月13日、日本はまだ幕末だった頃、英国王として初めて列車に乗ったビクトリア女王は、その乗り心地について快適でとても早かったと述べています。ウィンザー城の近くにあるスラウ駅とロンドンパディントン駅を結ぶ40キロ弱の汽車旅でした。そして175年後、2017年の同じ日、ビクトリア女王が体験した汽車旅と同じ区間をエリザベス女王も追体験することに。そのお召し列車に使われたのは2017年秋からその路線に投入される日本製車両、日立製作所笠戸事業所で作られた
クラス802です。エリザベス女王が乗った列車は、ビクトリア女王の初乗りの時と同じく、スラウ駅を正午に出発。当時は同区間を走るのに約30分かかりましたが、今回は平均時速100キロ、約19分でパディントン駅に到着しています。プラットホームにて多くの国民に出迎えられたエリザベス女王は、真新しい車両について自らの名前、クイーン・エリザベス2と名付けました。お召し列車でのエリザベス女王の案内役を担当したのは、グレートウェスタン鉄道の施設や車両を設計した技術者、ブルネルの直系の子孫であるイザムバード・トーマス氏です。トーマス氏へのインタビューによると、女王は電気でもディーゼルでも走れるこの新しい列車の仕組みに興味を示しておられましたとのこと。実はこの車両には大きな特徴があり、それは電化区間では電車として、非電化区間では電気式ディーゼル車として走れるハイブリッド技術です。この技術について女王が言及したということは非常に光栄ですよね。イギリス国民の日本に対する信頼もこの一件で深まったことでしょう。ぜひこの件について皆さんの感想をお聞かせください。他にも日本の鉄道に関して面白いエピソードやすごいエピソードがあればコメントで教えてくれると嬉しいです。4、イギリス人に馴染みのある新幹線ゼロ系。ちなみにエリザベス女王夫妻は1975年の訪日の際、名古屋駅から東京駅まで新幹線ゼロ系に乗車した経験もあるのですが、実はゼロ系はイギリス人にとって馴染み深い存在なんです。というのも、実はイングランド北東部ヨークシャー州にある国立ヨーク鉄道博物館には、 JR 西日本から寄贈されたゼロ系が展示されています。場所は博物館内のグレートホール。ここは蒸気機関車の創世記1800年代初頭から今日に至るまで、いかに列車技術が発達してきたかを実際に見て学べる展示が中心です。つまり鉄道の歴史を大きく変えた存在として日本の新幹線が展示されているとも言えますね。半世紀も前にこんな車両が作られていたなんてと、博物館を訪れた人を驚かせているようです。5、次世代高速鉄道も日立製作所が受注。そしてやはり今気になるのは英国の次世代高速鉄道計画、ハイスピード2HS2 です。日立製作所とプツアルストムによる共同事業体が車両54編成の製造と12年間の保守契約を受け負っています。受注額は約20億ポンド、約3000億円。非常に大きなプロジェクトで、これによって日本の鉄道技術の海外展開にも弾みがつくことが期待されています。 HS2 の営業最高速度は時速360キロで、実現すれば現時点では欧州最速になる予定です。第1期としてロンドンとイングランド中部バーミンガムを結ぶ区間が2029年の開業を目指して建設中。さらにマンチェスターなどへの延伸が第2期として計画されています。どのような車両になるのか非常に気になりますよね。列車は1編成8両で全長は200メートル、定員は500人以上とされており、さらに軽量化、エアロダイナミクス、回生エネルギー、最新の駆動技術により世界最高レベルのエネルギー効率を持つ HS2 車両は最もエネルギー効率が高い高速鉄道車両になるそう。最新のテクノロジー、そしてヨーロッパでは欠かせない脱炭素社会への配慮も盛り込んだものになるようです。完成予想 CG に描かれた車両の色は
白地に青。どことなく新幹線ゼロ系に似ていると思ったのは私だけでしょうか。しかし残念ながら HS2 プロジェクトについて2023年10月イギリスのリシ・スーナク首相は第2フェーズで残っていたバーミンガム・マンチェスター間とバーミンガムからイースト・ミッドランズ・パークウェイにかけての計画を中止すると明言しています。原因は第1フェーズの遅れやコスト超過とのこと。しかしこの決定には反発も多く見られました。例えばデイビッド・キャメロン元首相は一世一代の機会が失われたと X 旧ツイッターに投稿。契約取りやめは将来の長期プロジェクトに対する合意形成をより困難にするだろうと述べました。またバーミンガムとマンチェスターを結ぶ HS2 の廃止が決定したことに対しイングレーターマンチェスターのアンディ・バーナム市長は私が住んでいる場所、私が代表を務めているような場所の人々は交通に関しては二級市民として扱われることがあるようだと辛辣にコメントしました。世論を受けて決定が覆ってほしいところですが、今後も続報があればお届けしますね。そうは言っても HS2 の中止によってイギリスと日本の協力関係が後退したわけではありません。2027年10月17日には日本初の鉄道が開通してから150周年を記念したイベントがイギリスの日本大使館で開かれました。日英両政府は鉄道分野での協力関係を強化していく方針です。来賓として参加したイギリスのヒュー・メリマン鉄道相は日英の協力関係はこれまでにないほど強固なものになっていると述べて今後の日英の鉄道分野での協力に期待を寄せました。 HS2 の件は残念ですがこれからもイギリスでは日本製車両が活躍していきそうですね。日立製作所が愛される理由は単に車両の性能が良いからだけではありません。日立製作所はイギリスに工場を持っておりそこで車両を製造しています。 HS2 を受注した際はこれにより数千人規模の雇用が創出されると言われました。もともとイギリスでは他国で製造される車両を導入することは国内の雇用を奪うことになるとして反対する声も多かったのです。しかしクオリティも高く雇用創出の点も問題がないと分かれば日立製作所を頼らない手はありませんよね。イギリスに工場を作ったのは素晴らしい判断だったと言えるでしょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。